国際医療福祉大学病院の整形外科、腎泌尿器外科で働いています。主に骨折やがんなどで手術を必要とする患者様の担当をしています。以前は病院で事務を経験してきました。そこで一緒に働く看護師の姿を見て、忙しくて大変な場面も多く見てきました。退院の時に患者様が笑顔で帰られる姿を見て、看護師の持つ力ってすごいなと思いました。私も不安を持つ患者様の力になりたい、人の役に立ちたいと思ったのが看護師を目指すきっかけとなりました。実際に働き1年が過ぎましたが、学校では習っていないことに戸惑うことも多くありました。しかし使用感で基礎を学び、患者様に寄り添うことの大切さを生かしてきたので、ありがとうという言葉をいただいたときはとても嬉しく、仕事へのやりがいにつながっています。使用感は国際医療福祉大学のグループで教育制度が整っており、病院から直接来られる医師や看護師の講義を受けたり、関連施設で実習を受けられることを知り、就職での実践に強いと思ったからです。進学を決めた時に一番の心配が学費と生活費をどうするかでした。そこで厚生労働省のホームページからこの制度があり、資金の補助が受けられることを知り、利用してみようと思いました。この制度を利用して良かったです。学校の事務の方がサポートしてくださいました。また実習などが続くと手続きに行く時間が取れないことがありましたが、認定日の日にちを変えたりしながらハローワークへ行きました。学費や教科書代が対象となります。クラスで社会人が6人いましたが、全員利用していました。国際医療福祉大学看護師奨学金、日本学生支援機構を利用しましたが、他にも就職を希望する病院や一般企業で行っている奨学金なども利用できました。社会人から学び直しをすることに心配をしていました。特に高校卒業したばかりの現役生と同じ環境でやっていけるかが不安でした。しかし先生や仲間の力を借りて看護師になったという目標を達成したことが成長だと思います。今住んでいる地域や自分の生まれ育った地域で、子どもから高齢者に対して必要とされる看護師になりたいと思っています。そのためにいろいろな経験を積んで、さらに看護について学んでいきたいです。使用感では先生をはじめ他のスタッフがサポートしてくださり、安心して学ぶことができます。また社会人の経験は看護師の現場でとても役に立ちます。ぜひその経験を看護師になって生かしてみませんか。この制度を利用して素敵な看護師を目指してください。待っています。